かな、私でも。やっぱ飲んでいいかな。今日は飲んでいいか。一歩不安定な。飲んでいいかな、やっぱり。日本にしようね、やっぱり。日本にしましょうね。日本にしましょう。で
いいね、これで反対側行きます。うわ、110度はなかったかな。まっすぐね、まっすぐ。今度もいいかな。なんとかこれでよし。ねえねえ。あったあった。ああ、いいねいいね。いい感じいい感じ。ああ、ちょっと待って、いいか。
でした。じゃあ、見てくださいね。いいね。やった。片側二本やる。片側一本じゃないどうだ。サンダル買ったよ。ピンクのサンダル。おめえだ。店長がさ、口しかないもんな。サンダル、折りたたみサンダル。ピンクちゃん、ピンクちゃん買ったよ。ピンクちゃん。明日出るまではこれで過ごし、通り行ったりとかね。ピンクチャーサンダル。
いい景色だ。いい景色だ。すごいいい景色。今回なんか電波悪かったから話は無理ですね。電波悪かった。今回夏のペラペラのこれ持ってきた。夏ね、ふと仕事になると思うけど、これ暑いから入んない。引き太にしようかね。これはコンパクトな筋だからね、圧縮するから。これすごいコンパクト。ビーチ入るね。多分入らない。キズトンのままかもしれないけどね。どうしたらいいの。そう、足びっくりだしね。ああ、涼しくなってきても。
元気です。クロスに刺しとこうか。だいぶ溶けたな。今回これ300円のやつ、100円ショップで買ったやつ。熱っ、中すげえ熱っ、熱っ。はあ、暑い中ね、飲もうか。熱っ。やっぱサンドラルズいいな。うん、これいいな、やっぱ折りたたみのピンクちゃん、うん、トイレは個人になってよかった。以前水場がなくなったのは辛いけどね、トイレは個人になった、うん、他のとこと一緒だね。他の大蔵はね、これになるんですよ。以前は黒かったもんな。これを見ると嬉しいね、トイレはね、他のと一緒になって。まあ水場がないからね、そういう水場を持ってこないとね、大変だ。これ飲んじゃうか。最高だ、景色見ながら。今回メガネをしてないじゃん。
ノーメガネ。暑くて寝るだけでいい、寝るだけでいい、ね、外出てよ、暑くて無理だね、暑くて入ってやらないよ、ね、こんな風になかなか無理だ、暑くてやっぱダメだね、寝るときだけでいいや、あ外でいいや、うん、あ景色がいい、やっぱちょっと雪ころを着て雪半に登り始めようね、もう5時過ぎてるからね、まあ夏は明るくていいやな、虫よけしたところか、虫よけ、虫よけ、虫よけバリバビット、虫の音バビット白カップにしようかな、白カップ、この方がいいよけ、ほんだけ、いや、この辺の、この辺とかね、この辺、
飲もうか、ほんと飲もう飲もう、もう飲もう、今度ライブを聞こう、ライブライブを聞こうか。やっぱり横浜 FM すごいね、やっぱさすが神奈川。やっぱ AM、 やっぱ電車の中と違って AM もよく入る。うん、飲もうが本当。今回初使用のもうこれトークスのコンパクト風防、初使用軽量化対策で風防をこれにした。それで、下の方がいいかな。下側方。すいません。すいません。うん、これでお湯沸かしたりする。S ビットの北ニュームストーブ、これ風防ね、温度計ね、夜はこれ食おうか。わかめご飯、わかめご飯にね、これ網印のやつ、網印のチャーハンの素、ねぎろ、出す。それとね、ツナ缶と網印のこれね、一食分をこれに入れて、お湯、十分量のお湯入れてチャーハン風のやつ食おうと思います。とこれはね、お湯はね170、170だから100と200の間よりちょっと多め、そんなもんで曖昧、100と200の間のちょっと多め、そんなもんでいいです。うん、お湯沸かすんで、これでね、うん、これつまみはね、今日はこれおつまみ、今日はこのまま、
明日早いからさ。さっと拭いて。200と200の間よりちょっと多めぐらい、そのぐらい前でいいわけ。こんなのね、こんなもんで、うん、170だからこんなもんね。じゃあ凍らしたのを4つに、水を、液体を2つ持ってきた。よし、じゃあ行こうか。これに、これと、これね。これ先に入れようか。網印、チャーハンの素。混ぜて、ツナ缶、今回はすいません、うるさい、フライトツナフレーク、おいおじさん、うるさいよ、うるさい、はっはっは、うるさい、すいません、はい、これ大丈夫か。あ、やば。大丈夫だね。
うん、大丈夫大丈夫。なあ、死んなくなるまで大丈夫だよ。やっぱ上の方がいいのかな。よし。開いた、いっぱい。まだ来よう。今日は何時だ今。大丈夫か？大丈夫な。大丈夫だよ。うん。これでいいね。すごいね、これね。うん、あ、やばい。やっぱダメだ。こぼい。やっぱこれ。まだちょっとだけだった。大丈夫。普通は入ってないね。大丈夫。ああ、危ない。
始め、まあこれでいいね。よし、まあ沸いた沸いた、お湯入れよう。分量の、これで置いとく。なるほど、まあ、これいいな、これいいね、十分だ、結構使えるな、こうやってね、これの方が良かったかな。これでクリップで止めて、うん、これね、これが不安定なんだよな。まっすぐ置くの難しいな。これ食おうか、おつまみか。寒くなってきた。2本目
どうだな。ここ。8時に寝れば4時だよ、8時間か。8時頃寝ようと、ね、うん、4時間寝て、4時間8、うん、8時ぐらいね、うん、まあまあ、遠野岳行って、できれば矢別峠。明日勝負だぞ。なんか非常に寒くなってきたね。風が吹いてきた。寒い。でも22度ぐらいか。でも。
いいね。失礼なとしても これな、もうなんだ、21度ぐらいか。いやもう行こうかな、アルファガマ行こう。わかめご飯にツナ缶、ツナとチャーハンのやつ、網印のやつもういいと思うんだ。うん、お、やっぱそれでいい香りがする。そうか、アルファ構えるわかめご飯にツナ缶と網印のチャーハンの素入れたやつね。
もういい感じに置いたんで、うん、味は間違いない、市販だけだからな、うん、決まってっから、やっぱツナ缶がある分ちょっと傘はあるな、うん、缶詰の分傘は増えてね、うん、うん、うまい、うん、いただきます、うん、チャーハン、チャーハンのもつ入りアルファ化米、うん、これいいな、うん、まあ、うん。うん、まあ、まあ、うん、まあ、うん、
まあ、まあ、まあ、はい、美味しくいただきました。ああ、わかった。もう7時になってたもんな、ね。3本目いこうか。3本目いこうか。じゃん。
夜景も綺麗だな。うまい、うまい、おいしくなれた、うまかった。よく食った。うまかった。よし、もう寝よう。
のこういうのいいな。
もう大丈夫かな。まあ、おいでよかったけど、失敗した。せっかく沸かしたのにね。やばい、失敗した、おい。
今度こそちゃんと飲むぞ、こぼしちゃった。よかった、持ってきて。じゃあ、しあお湯を使おうか。
いい感じだ。もう暗くなったけど、外はね、夜景がいいんだよね。ほら、いい感じでしょ、夜景。見てたな、夜景。夜景見えてかな、夜景。こんな感じ、夜景。いい感じでしょ。この夜景を見ながらね、ね。うん。はあ。じゃあ最後の一本、最後の一本飲みます。まあこれ、まあもっと冬でやって使ってみたいね、これね。これから10月、11月って。でもいいね、これね、トークス。うん。うん。トークスのこのさ、この、風防。クリップ1個でもいい感じにできるからいいね。うん、これでいいね。うん。クリップ1個でこうやって、うん。ポケットツーちょうどいい、これね。うん。おしまい。乾杯。ああ、うまい。おしまいだ、これで。うん。明日は4時に起きていくぞ。うん。
ちょっと男が不安定なんだよな、まあいいや。お湯沸いたんで、さっきの肉の缶詰ね、お湯入れて。これいいでもね、これ意外と遠くていいよ、こうやって、うん、このこのクリップで止めればね、しまうときはこうやって、このコンパクトはいいな、このコンパクトさ、ぐるっと回してでしまいます。このコンパクトさはいい。うん、これが付属の袋。でこれうん、このコンパクトはいいね、これトークスね、うん、もう全部脱いじゃった4本、早いな、あと今。
よし。これか、このコンパクトいいね。そうか。じゃあ今日はこれで終わるね。おやすみなさい。おやすみなさいね。じゃあまたね。また。